どうも、シュートです。さあ、今回はですね、11月9日にナショナルセレクションガチャが4つ来ますけれども、そちらをね、獲得しておきたい選手っていうのをシュートの目線なりに、今回紹介していこうと思います。今回はですね、ベルギー、イングランド、ポルトガル、フランス、この4つのね、国のチームから来るわけですけれども、まあ、後でガチャの優劣などもつけていこうと思います。それではね、早速やっていきましょう。はい、まずはベルギーからジェイソン・デナイエル選手ということでですね、この選手身長184センチで、レオン総合値93までいきますね。で、センターバックの選手で、両サイドバックできるっていう感じで、スピシュンが結構高いですよね。ここがやっぱ魅力かなと、この選手の。で、フィジコン92、ボディコン76。まあ、ぼちぼちにボディコンもある方なのかなと。で、ディフェンスセンス96のコンディション程度6。まあ、他に目立ったところっていうのはあんまりないですけれども、やっぱりスピシュン、それからディフェンスセンス。ここに関してはすごいいいと思いますし、両サイドバックできるっていう点はすごいいいと思います。で、まあまあクインターセプトもしっかり持ってるので、まあ守備もかなり両サイドバックに置いてあげることで安定するのかなと思うので、おすすめポジションは両サイドバックとなっております。はい、次、ケビン・デブライネ選手ということで、この選手もですね、この選手もベルギーですね。で、レオン総合値97までいきますね。まあでも1しか変わらないですね、通常と。で、能力値見てもらうと、まあプレスキック3上がりと。で、その他1上がってるか上がってないかっていうだけなので、まあぶっちゃけ、まあ通常でも使えるのでね、うん、色変わってるとこもね、カーブしかないので、まあそこはそんなに熱くないかなと思いますけど、やっぱりこの選手はね、本当に強いので、自分は CMF、ST ですごい使ってます、今作。で、コンディション安定度8。逆足精度も4あると。で、ワンパス、スルーパス。ワンパがね、今作からついたんでかなり大きいですよね。で、コンカミドル。それから、アウトスピンキックとか。この辺のスキルも優秀ですし、チャンスメーカーがね、今作非常にいいかなと個人的には思ってるので、ST で使う分にはね、うん、使いやすいと思うので、まあおすすめポジションとしては ST、OMF、CMF と書かせていただいております。はい、次、イングランドからジョー・ゴメス選手ということで、この選手身長188センチのセンターバック。レベルは総合値94までいきますね。で、パスとかね、ボールキープがすごい高いんですね。こんなに高いセンターバックの選手はなかなかいないです、正直。で、スピシュン93、87と。いや、高いね、マジで。で、フィジカルコンタクト93のボディコントロール86と。で、ディフェンスセンス93、ボールダッシュ93、アグレッシブネス94と。で、コンディション程度6と。去年から1上がった感じですね。いや、本当にね、ビルドアップにはなってしまいましたけど、この選手は本当に使用感いいので、ぜひ使ってみてください。両サイドバック、センターバック、真ん中のセンターバック、どちらでも本当に強いと思います。もう本当にね、左サイドバックもつけてあげて、とりあえずベンチに入れておく。いや、個人的には本当にスタメンで使いますけど、とりあえずスカートには入れておく。そんな選手だと思います。当たったら本当に激アツです。一番当たりだと思います。はい、次、ジェイドン・サンチョ選手ということで、この選手もイングランドですね。で、レオン総合値97まで行って、個人的には両ウィング CF って書いてますけど、まあ、CF で使ってみたいかな。圧倒的なドリブル能力にプラスしてオフェンスセンス4上がりと。で、決定力も85まで乗せてきて、グランダーパス94はでかいですね。で、スキルですね、この選手は。やっぱワンタッチパスとか、ダブルタッチとか、ダブルタッチも特殊ダブルタッチができて、で、なおかつこのスピシュンなんで、まあ、本当に強いですよね。うん、使用感は本当にいいと思います。去年もね、1回しか来なくて当てれなかったんで、今作はマジで当てたいと思います。はい、次、アーノルドですね。この選手は身長175センチと、まあ右サイドバック置くにはちょっと低いかなと思うんですけれども、レオン総合値96と、で、コンディション程度7もいいですね。で、ドリブル能力とか、その辺も結構あって、ボルコンとかね、ボールキープ高くて、グランダーパス94と、で、フライパス99と完走しますね。で、カーブも99と、まあかなりいいクロス上げれるんじゃないかな、この能力値見ただけでもね。で、スピシュン94、89。それからキック力93。で、フィジカルコンタクト76のボディコントロール83。で、スタミナ95。で、守備能力はまあ80前後といった感じで、ワンタッチパス、スルーパス。それから、低弾ドローブ、ピンポイントクロス持ってるので、しっかりいいクロス上げれますし、ワンタッチパス、スルーパス持ってるので、足を引っ張らずに攻撃参加できるのかなと思います。本当にね、攻撃的サイドバックはあんまり好きじゃないんですけども、いや、使ってみたいですね、アーノルドに関しては。はい、次、ハリケインということで、この選手もね、そんなに能力値上がってはないですけれども、キック力4上がり。で、95、青色に乗せてるのは結構でかいと思います。で、身長188センチの、レオン総合値96で、ラインブレーカーということで、まあ、今作かなりね、ケインは強いと思います。通常で使っててもかなり強いです。個人的には使用感めちゃくちゃいいので、まあ、FP でもぜひ使ってみたいところではありますね。で、ワンタッチパスとかワンタッチシュート、ミドル、ドロップ、コンカ。この辺もいいですね。スキルもね、結構優秀になったので、今作は本当にありだと思います。ガチスカ級に強いと思います。はい、次、ポルトガルからルーベン・ディアス選手ということで、この選手、身長186センチと、去年から1下がったかな。で、レーマン総合値が94と。まあでも186でもまあまあ全然いけるとは思いますし、まあ何よりね、普通に使用感がマジでいい。
一番使用感センターバックでいいってぐらい強いんでね、通常でも本当に強いし、まあちょっとスピシュンがね物足りなくなったかなと今年は、そんな気はしますけれども、まあこの選手に関してはあんまり言うことないですね。うん、能力値こそはねそんなにあれなんですけど、やっぱり使用感が本当にいいので、コンディション程度も7あるのでね、本当にガチスカ、うん、絶対入れとく選手みたいな感じで、ね、まあ、マンチェスターシティに移籍したということで、ライブアップでもねかなり安定してくると思うので、まあスカットに入れておくだけでもね本当にいいかなと、うん、スタメンでね使ってあげるのがそれはいいですけど、まあベンチに置いておくだけでも本当にこの選手置いてたら安心できるような選手ですね。はい、お次もポルトガルからジョアン・フェリックス選手ということで、この選手レベル総合値96までいきますね。で、チャンスメーカーということで、ドリブル能力かなり高いですね。オフェンス系の能力高くて、決定力も90乗せてると。スピードに関してはね、これかなり下がってしまいましたね。今作すごい、スピード、ここの部分はちょっとフェリックス、厳しいかなと思いますけれども、瞬発力5上がりと。で、97乗せてるのはいいですね。で、やっぱりスキル面ね、ワンタッチパス、スルーパスとか、この辺が本当にいいので、まあ、チャンスメーカー、ST で、この選手は使ってあげたいかな、個人的には。そんな感じはします。はい、次はクリスティアーノ・ロナウド選手ということで、まあ、この選手もね、全体的に1上がりで、ヘディングが4上がりと。まあ、そんなに強化幅としてはあんまり強くないのかなとは思いますけど、やっぱり圧倒的なこの能力値ね。で、やっぱりロナウドもライブアップではね、結構安定してくるとは思うので、まあ、この選手、取っておくのは本当にありですね。逆8頻度精度も3、4と。で、ミドルシュートとか、ワンタッチシュートとか持ってるので、本当にシュート入るし、やっぱりね、抜け出しとかも、ロナウド今作結構、あんまり落とさずに抜け出してくれるイメージがあるので、本当に使いやすいとは思います。はい、お次はフランスからムバッペ選手ということで、この選手、レベル総合値99までいきますね。ただこの選手も全体1上げで、ボールコントロールが99と4上げしてますね。まあ、ここは結構使いやすいのかなと思います。まあもちろんね、決定力が上がると目に見えてわかる部分もあると思いますが、ボールコントロールもね、しっかりトラップ安定してくると思うので、もしかしたらこっちもいいのかもしれないですね。で、まあ圧倒的なスピシュンを兼ね備えて、キック力はまあそんなないですけど、ボディコンも高いと。まあコンディション程度も7あると。出来上がり頻度精度33で、まあ、いろんなポジションできるので、もう本当におすすめポジションすべてって書いてますけど、まあ、本当にすべてね、おすすめできるぐらい強いです。CMF とかでも本当に強いです、マッペは。はい、お次はラファエル・バラン選手ということで、この選手もフランスの選手で、身長191センチの、レベル総合値95のセンターバックの選手ということで、まあ、スピシュン92、85。ここがいいですね。で、まあ、ボールキープとか、グランダーパスとかも、まあ、そこそこ高いのかな。ボールコーンとかも高くて。で、フィジカルコントロール95、ボディコン81、ボディコンもね、結構高いんですよね。で、ディフェンスセンス94のボールダッシュ96、アグレッシブネス93の4上がりということで、いや、マジでね、今年からコンディション程度も6になってるので、マジで、バランはおすすめですね。ビルドアップに関しては、まあ、今はまだちょっとあんまりなんともわからないので、なんとも言えないですけど、ジョー・ゴメスとかね、バラン、通常で使ってますけど、全然気にならないので、まあ、FP もっと強いんじゃないかなと、個人的には思ってます。いや、マジでこの選手も当てたいですね。ジョー・ゴメスの次ぐらいに当てたいです。はい、ラスト、リュカ・エルナンデス選手ですね。この選手に関しては、全体2から1上がりで、ボールダッシュ5上がりの、レベル総合値94となってますね。身長182センチということで、オーバーラップからビルドアップになってしまったということで、そこはね、ちょっと悲しい部分ではあるんですけど、まあそこまで気にならないかなと。このね、ビルドアップになってるのを表を作ってる時に知って、それまでね、真ん中のセンターバックとか全然リュカ使ってたので、普通に使えると思います。ぶっちゃけ。で、左サイドバックがでもおすすめですね、個人的には。で、マンマークインターセプトが持ってって、スピシュン高い。で、この選手もフィジカルボディコン、しっかりあるので、90、89とあるのでね、うん、ここもね、事故りにくさとか、うん、安定してくる守備を生んでくれるのかなと思います。この選手もバランの次ぐらい。もう3番目ぐらいに取りたいですね。とにかく CB が欲しいですね。はい、まあ4つのガチャで当てたい選手の方解説していきましたけども、いかがでしたでしょうか。個人的には、フランス、イングランド、ポルトガル、ベルギーの順番でおすすめですかね。ベルギーはね、ぶっちゃけ引かなくてはいいかなと思いますけど、フランスはね、もう誰しもが引いていいと思います。本当にバラン、ムバッペ、リュカエルなんです。この選手本当に有能なんで。で、次にイングランドですね。やっぱりジョー・ゴメスは本当に当てときたいですね。もう本当にセンターバック去年一番強かったので、ジョー・ゴメスはぜひ当てておきたい選手ですね。まあ、ポルトガルに関してはルーベンとロナウド、まあ、その辺が当てれたらいいかなと個人的には思ってます。フランスに関してはね、本当に無課金の方でも全然おすすめできるので、まあ、コインないよって方はフランスだけでも引いていただきたいですね。はい、それでは今回ここで動画の方を終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。